こんにちは。私たちは今羽田空港国際線ターミナルに来ております。今回はハワイに行きます。ハワイ島に3泊、オアフ島に8泊したいと思います。ホノルル経由でハワイ島まで行きたいと思います。今から出国します。すき焼きの補充します。取れました。はい、取れました。じゃあ行ってみる。どっちが登るかな。右、左、これわかんないね、確かにではまだ2時間弱あるのでラウンジに行きたいと思います。You'll also find a Hawaiian Airlines Honolulu magazine in your seat pocket. It's not only yours to pull the strap to tighten. To release, lift the top portion of the buckle and pull away. Seatbelts should be worn low and tight. Doors for departure follow. Thank you.
ダニエル・ケイの上空港からコナにトランジットしまーす。バーガーキング、ポテトとハンバーガー、そんなに大きくはない、本当に、うん、クロッサンウィッチ、こういう感じですね。面白い。クロッサン生地ってわけじゃないけど、ってなの、そうなの、クロッサン生地っぽく見える。うん、おいしい。何が入ってんの？ポテト、チーズと卵。卵？うん、食いしん坊みたい。食べます、うん、うんうん、何が美味しい、うん、
ごい。あそこかな、チェックイン。あ、着きました、着きました。ここでヒルトンワイコラービレッジについて説明します。まず、車で乗り入れることができるのはこのメインロビーです。宿泊できるのはこのマカイ、パレスタワー、オーシャンタワーの3つです。メインロビーからはトラムを使って行くか、ボートを使って行くか、もしくは徒歩で向かいます。メインロビーに着いたら荷物を持って宿泊施設に向かいましょう。もうすごくない？なんか水路がある。はい、巨大なの来ました。これはタコス、バーガー、プルドポークバーガー。何、プルドポークバーガー、それでは簡単にお部屋の紹介をしていきたいと思います。部屋タイプはリゾートビューワンキング。料金はこちらに記載の通りです。窓から海は見えませんが、きれいに手入れされた芝生と空が見えます。部屋は結構広くて、テーブルやタンスなど必要なものは最低限揃っています。アメニティも一通り揃っています。バスルームはユニットバスタイプで、バスタブはアメリカによくある浅めのやつです。クローゼットも結構広さがあって、セキュリティボックスがついています。ティファニーとかもある。レードもいいね。
テトチップスは、新の西ペパレッジパンミラノ、これあった、これ食べたことないです。うん、ないと思う。美味しそうだね。美味しそうじゃない、これ美味しそう。だってだってこのちっちゃいのもある。ああ、いいね。ちょっと締め付けが強いかな。安いじゃん。安い。じゃあここでジェラート食べます。ミニスモールミディアムがエクストラエクストララージ9ドル、買いました。はい、嬉しい。おめでとう。この方がこう明るくて、買いました。座る？最後までご視聴ありがとうございました。明日は早起きして朝日を見たり、ホロホロアイランドツアーズさんの乗馬のツアーに参加します。ぜひその様子もご覧ください。